サッカーロシア代表、サッカーロシア代表は、ロシアサッカー連合、ファによって編成される、ロシアのサッカーのナショナルチーム。ロシアでは、帝政ロシアの時代にすでに、ナショナルチームが結成されている。1912年ストックホルムオリンピックにおける、サッカー競技が、ロシア代表初の国際大会であり、この大会でのフィンランド戦、1912年6月30日、 1>, 1から2でロシアは1回戦敗退がロシア初の国際試合である。平成ロシアの時代においてはロシア代表が9試合行った記録が残っている。平成ロシアとして最後の試合は1914年12月7日に行われたノルウェー戦で1から1のドローであった。この後、この地域のナショナルチームの活動は第一次世界大戦とロシア革命。 それに続く混乱のためナショナルチームを結成できない状態が続いた。サッカーソビエト連邦代表が新たに編成されるのは1923年を待たなければならない。この1923年から1992年まではロシア代表の名前は消え、この地域を代表するナショナルチームとしてサッカーソビエト連邦代表が編成され国際大会に参加していた。 この期間のナショナルチームの活動に関しては、その項目を参照。1991年12月25日のソ連崩壊後、ロシアサッカー連合が旧ソ連のサッカー協会を継承した。ただし、登録期間の締め切りなどの問題もあり、ユーロ92と同年のバルセロナオリンピックには、旧ソ連15共和国で独立国家共同体代表、 CIS 代表を編成して参加している。旧ソ連 CIS 代表チームの選手は、それぞれ独立した各国代表チームに分かれたが、最終的に所属する代表チームを選択するまでの猶予期間が与えられており、この間に別の代表チームで活動していた選手も多かった。そのため、初期のロシア代表メンバーには、ユース年代から数えて、 旧ソ連 CIS 時代を含む4つの代表チームでの活動実績を有する選手もいた。これらの選手は1994年アメリカワールドカップ出場のためにロシア代表を選択したとされる。新生ロシア代表としての最初の国際試合は1992年8月16日に行われたメキシコとの親善試合だった。一方、ソ連からロシアへの移行後は 国内の経済的混乱もあり、目立った成績を残せなかった。1994年アメリカワールドカップでは、グループ B 初戦のブラジル戦と次のスウェーデン戦に、敗れ、第3戦のカメルーン戦に6-1で対勝したものの、グループ3位敗退した。カメルーン戦で5得点を挙げたオレグ・サレンコは結局、ブルガリアのフリスト・ストイチコフと共に、大会得点王、6得点に輝いた。 2002年日韓ワールドカップではグループリーグ1通過と予想する声があったが1勝2敗で敗退して国民の期待を裏切った。ユーロ2004出場の際代表の勝利を願い選手の妻やガールフレンド9人がロシアの新聞でヌードになる。しかし胸や局部などは選手の写真プレートで隠している。 という企画が話題となったが、ギリシャに勝利のみの1勝2敗で、グループリーグ敗退という結果に終わった。2006年4月10日、PSV 及びオーストラリア代表を率いているフース、ヒディンクが、ドイツワールドカップ終了後に新たに、ロシア代表監督に就任することが発表された。ロシア代表にとって、初の外国人監督の下指導した、UEFA ユーロ2008予選では、 イングランドやクロアチアなどと同居するグループ E となったが、最終節でイングランドを上回る2位となり、本戦出場のチケットを手に入れた。ちなみに、この予選の際に、クロアチアに対し、イングランドを倒したら、スパルタクモスクワのオーナーである富豪がベンツ4台を送るという申し出があった。そして、最終節でクロアチアはイングランド2-2-3で、逆転勝利。 ロシアもアンドラに勝利して、本大会出場が決定し、不合はベンツを送るという公約を守り、クロアチア協会に近いうちに送られたという。ユーロ2008本戦では、ギリシャ、スペイン、スウェーデンと同組のグループ D となる。初戦のスペイン戦では1-4と大敗し厳しい、スタートとなるも、続く前回を王者のギリシャとの戦いでは1-0と、勝利し、 最終節のスウェーデン戦でも2のゼロで勝利を収め、決勝トーナメント進出を果たした。準々決勝では、死のグループを全勝で突破したオランダを3-1で破り、準決勝に進出する。準決勝では再び相対したスペインに0-3で、破れるも、ベスト4という好成績を残した。ことに、スウェーデン戦で、出場停止から復帰したアンドレアルシャビンは3試合の、 出場ながらも、ロシアの躍進の象徴となった。UEFA が選出する23人の優秀選手には、そのアルシャビィンとロマン・パブリュチェンコ、コンスタンティン・ジリアノフ、ユーリー・ジルコフの4人が選出された。その後、ユーロ2008での主力が大半残り2010フィファ、ワールドカップ出場を目指し予選に臨んだが、ロシアと同じグループに入ったドイツにホームアウェイともに、赤敗し、 グループ2位でスロベニアとのプレーオフに回った。全評判では有利と見られていたが、初戦のホームでは MF ディニャルビリアレトディノフの2得点で先行するものの終了直前に痛恨のアウェイゴールを与えてしまう。アウェーでの試合ではスロベニアに先制されてしまい、後半から猛よしみを仕掛けるものの FW のアレクサンドル、ケルジャコフが一発レドをもらい、退場となった。 試合終了間際にも MFU リジルコフが退場処分を受け1から0で敗戦、アウェイゴールの差で予選敗退となった。ユーロ2012のグループリーグでは第一戦でチェコに4-1で勝利し、次のポーランド戦では引き分けだったが2試合を終えて勝ち点4とベスト8進出には有利な立場だった。しかし第三戦でギリシャに敗れ勝ち点は 同じ4だったが直接対決の結果を優先する大会の規定によりグループ A3 位となり、敗退となった。2014FIFA ワールドカップ欧州予選は、競合ポルドガルと同組になったが首位で通過し、3大会ぶりの本大会出場を決めた。だが、本大会では2分いっぱいの成績で、グループリーグ敗退となった。ユーロ2016は、 4大会連続で本大会に出場したが、グループリーグで1分け2敗の再位で敗退した。2018FIFA ワールドカップは地元開催となるため、2014年大会に続く2大会連続の出場となった。ロシアは大会前の FIFA ランキングが出場32チームの中で再位70位であったため、グループリーグ突破を不安視する声があったが、 グループ A を2勝1敗の成績で2位となり、旧ソ連時代以来8大会ぶりとなる、グループリーグ突破を果たした。決勝トーナメント1回戦では、優勝候補の一角スペインに対し、PK 戦の末勝利した。準々決勝のクロアチア戦では先制したものの、追いつかれ、延長で、ドマゴイビダのゴールでクロアチに一旦逆転を許したものの、 延長後半のマリオ・フェルナンデスのゴールで追いつき2戦連続の PK 戦にも連れ込んだ。が、同点ゴールを決めたフェルナンデスが、PK 戦ではゴールを外すなしたため3から4で敗れ、旧ソ連時代の1966年大会以来52年ぶりとなる準決勝進出を逃した。FIFA ワールドカップ UEFA 欧州選手権 GKDFMF FW2017 年3月28日現在。2017年3月28日現在。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。